はい、どうも。バルーンを触る系 YouTuber 熊の着ぐるみ、ハーナーコーです。今回ですね、またでっかいバルーンを、ね、持ってきました。まずね、パッケージ見ていただきましょう。はい、はい、こちらですね。はい、フライングタイガーさんで売ってるね、8の字のバルーンなんですが、ね、結構これがでかい。ここにね、87センチになりますね。それぐらいでかいですね。ということで、現物ね、出しますよ。はい、3、2、1、はい。はい。8の字。なんか違うな。もう一回いきますよ。3、2、1、はい。なんか違うな。はい、まあそろそろいきますよ、本当に。3、2、1、はい。ね、はい、こちらですね。はい、8の字のバルーンになっておりますね。こっちの方が見やすいのかな。はい、しっかりね、8となってますね。もちろんね、フライングタイガーさんなんで、数字のバルーンね、他にもあるんですけれども、一番面白そうなのでこれを買いましたね。なぜなら最初出しちゃいましたが、こうすると無限になるね。なんだったらね、ほらね、関ジャニ8とかいうのがね、最近スーパー8になりましたけどね、まさにそんな感じですね。スーパー8な感じのね、レインボーですよ、レインボー。いいじゃないですか、ね、スーパー8というとね、余談ですが、関ジャニ8がスーパー8になったことでね、建物をね、塗り直さざるを得なくなったというね、場所があるそうですけども、まあそんなことはね、さておき。はい、この8の字のバルーン、いいですね。なんか、ゲーミング、寒いな。おー、いいね。なんかね、こう手で回しとってもね、なんかね、映えるな。なんかちょっと面白い。ということでね、8の字のバルーンね、フライングタイガーさん、結構でかいバルーンです。ちょっと地面に置くのかな、これ。これね、やっぱこんだけでかいとね、映えますね。ということで、8の字のバルーンの紹介でした。ではご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。